相馬さんという方ですか、どうです。そうですね、まあ国対相馬という可能性もあった中ここは違う世界線ですお願いします。ここが実情の決勝になることになってますさあでは行きましょう。ではお題は引き続きこちらです。はい、ロボット検査追加するロボットです。一席決めている決定がない、このお題です。スタートです。はい、そのまま事件を解決したら帽子の都合をキュッと攻めると、すみません、機械の塗装だけでちょっと剥げてきてファンさん電源を入れて、立ち上がるまでの時間を狙って犯罪されるようになったちゃくちゃ古い機械てか、現場ついてから一回電源入れる最初から常時稼働してるもんだったさん警察犬として足も使ってるんですけど、全然死体の顔とかはないの。自転車でパトロールするんですけど、自転車を置き去りに移動してしまう必要ないんだこれ30秒はい、そのまま事件を解決するたびあんまり良くない感じの博士にお金が入る。それはプロに依頼するから。はい、ファンさん。あの、二進数でやってるんで、交番の本日の交通事故みたいなとこが世紀末みたいなんです。それ人間に分かるようになっちゃう。さあ、そう、また忘れます。死体を触って冷たさを感じ、ゆっくり油を垂らす。金、ファンさん。人間が全部悪いんですけど、資源が足りなくなってレアメタルのために解体されるんです。はい、では次のこちら。もしも日本国民が1日1回は相撲を取ることが義務になったらこんなことを。1回相撲を取ることが義務になったらこんなことを。小さい頃使ってたふんどしが月間の前の自転車のカゴに入ってる。なんか捨てるでもな、使うでもな、ファンさん、23時55分に追い込みで土俵に殺到する。残業してた人とか。ポロリン、太っちょだらけのスキューバダイビング。大関になったら
たまに休場しても大丈夫になった。そうそう降格しないですか。30秒。上級力士だから。番組で戦ったもう中学生が各方に勝ってしまった。パンさん、安倍晋三と安倍晋三嫁の相撲を外国の大使に見せている。はい、相撲さん、横田めぐみさんがかなり太って帰ってきた。ちょっと日本の生活に合わせたね。ここは別に編集しないでいいと思いますけど。面白ワードだし。あの悪人が、あとは流れでと言って土俵を掘り出した。終了です。ではファンさんの教えてもらった、拍手お願いします。勝者ファン。Ha ha ha!